お話し会の推移日程始まりました。推移日程来てください。こんばんは。お疲れ。寒いね今日も。今日は久しぶりにちゃんと野菜を食べようと思ってお鍋をするよ。やろう。ちゃんと野菜を食べようとする心。えらい。えらい。えらい。もう野菜食べるなら鍋、もうそれが一番いいですから。今日は白菜と豚肉。豚肉あったかな？買ってないけど。あると信じて買ってない。四国行った。お、どうでしたか。どうでしたか。
お鍋いっちゃおう。もう寒いし、こたつはつけっぱで。いやー、よいしょ。洗濯機が回ってるね。よいしょ。ま、節分豆買ってきた。白だしを入荷。おでんのつゆも入れよう。よし。いや結局ね、めんどくさくてもだしだけ測ればだいぶいいことに気づいた。だしがすべて。足が全てだよ。肉を買うとウインナー、カレーパン、私が全てです。皆さん。すごい、お話したい。楽しい。
ってから考えよう。はい、一回それをやばい、試すぎて。長いよ今回の皿洗いは。一応念入りにやるから。こんばんは。何を作ってるか。鍋。鍋だよ。光に入れる。今日は鍋モチベで頑張ったから。甘やかされたいね。ライブの輝きはこの日常を見てるから眩しいのかも。あ、ギャップみたいな。否めないね。
ギャップがいいよね。申し込んでありがとう。監視枠今回の週日程で全部開けたいな。せめて4月のやつは全部。4月多いんだけどね。あの誕生日付近とか特に。って思ってる。簡単なことではありませんが。会場は小田です。そうです。お見送りあったんだ今日。ついにクワトロさんでも。お見送り三角の巻か。見送られたい。見送り？見送るよ。いつでも見送るわよ。リアルお話し会にして、リアルお話し会に。
た。具材は鍋野菜セット、開かない、煮込むの巻き、うどん、うどん、肉はまだ、ありがとう。
ます。今日はみんなの夜ご飯何鍋でしたか？何鍋か教えて。鍋が3人いる。本当に鍋の人もいて、ちょっとおもろい。無理やり鍋。キャラメルだけ？やば。痩せちゃう。あ、洗濯機できた。うまい。煮えてきましたのでお肉を入れます。お箸はあれ、菜箸、これお
一人暮らしはキッチン立ち食いだよな。そう当たりめよ。もうすぐ食べれます。よし、食べちゃう。いただきます。カシ薄そう。意外とちょうどいいか。バリバリガリガリボリボリムシムシごっくん、そんな音せんわ。あっちょっとだけ白だし足します。
体温まる。おいたん、ミラボーありがとう。うま。マジうまい。ウインナーじゃない、うどん入れとこ。幸せな夜、この夜があればもう生きていける。一番幸せだよね、こういう過ごし方が。
もう何もいらない、これ以外。マジで染み渡る。なんか遠征の時に美味しいお弁当とかいろいろ食べさせてもらったけど、結局家でダラダラして作る鍋が一番うまい。鍋最高。じゃあ洗面器で。最後鍋焼きうどんを作って終わります。全部入れちゃった。うわうまそう。やばいなこれ。写真撮ろう。これやばいわ。小躍りしてしまいそう。やばい。見る？あげないよ。重た。いただきます。
馬。てて。待って、重たい。汁ちょっと捨てます。重たすぎる。全部入れたから。イエーイ。はい。うま？手が重い。こぼしそう。ちょっと膝に置こう。最高なんだが。眠った。幸せすぎるかも。
マーズのタオル、グッズのタオルは結構ガシガシ使うタイプです。鍋からの時間に食べるの何気にうまい、うまいよ。着メロにしたい、このズルズル音を。あ、もちぞうにギフトありがとう。うん、お行儀は置いといて、お行儀なんてあったもんじゃない、配信だから。なんと完食、なんと完食。あーしんど、ごちそうさまでした。あーさすがにお腹いっぱいだわ。歯磨いた。なんと皿洗おう。また明日から1週間ぐらいいないからさ、1週間は持った。え、公園あるっけ。なんか公園があったような気がするんだよね。ないっけ。全米英語喋って、大体英語喋って、汁めっちゃ飛んでる。本当だ、日曜日お話し会ある？11から12、はあ、メンバー出てるのそれ。2月11から12、わ
なんだろう。マキの生誕祭だ。そうじゃない？メンバー出てるの？私が出るって言っていいの？私さ、なんか公演を知らないふりするんだけど、よくそれはもうメンバーが発表されてるのか公演が発表されてるのかわかんないからなんだよね。知らないふりっていうか、公演があることは知ってるんだけど、それの誰が出るかはいつ発表されてるんだろうって。だから公演があることは知ってるけど、自分がそこにいるのかいないのかわからない。そしてチケットはいつ発売されてるんだ。え、今買えるチケット？四国マヒナユナユナイケゴ生誕を、え、ユナユナと公演、花垂公演出たことないわ。嬉しい。2月の公演スケジュールでって発表されるじゃん。で、あ、この日に公演あるなと思って、自分のスケジュール帳に花垂公演ハテナって書いてるのね。で、花垂公演ハテナって書いてるんだけど、それがハテナじゃなくなってるのかなくなってないのかわかんないわけ。あ、もう登録出てるの？え、待って、これまた福堂自然が、あれ、知らなかったパターン。ごめんね。推しが告知しないとわかんないよね。私、公園来てくれる人さ、よく見つけてくるなって思うんだけど、本当にありがたい。今度から教えてくんない？花垂れのチケット始まったよとか。まあでも生誕祭はね、その人の推しが来るから、まあ生誕祭はそんな積極的にあれっていうか、まあ私はその生誕メンバーのさ、推しの人がね、入選当選してほしいから、まあまあ生誕祭に自分の推しの人がいないのは全然いいんだけど、やっぱ普段の公演はさ、福田推しが多い方がさ嬉しいからさ、宣伝したいなって思ってるんだけどさ、なんかそのタイミングを見失うんだよね。でもやっぱさ、ステージに立ってさ、パッて見た時にさ、緑が少ないとさ、うわ今日きつってなるけんさ、まあ、逆に言うとその少ないっていうか、まあ、生誕祭とかだとさ限られてくるから、まあ推しにレスはもらいやすいよね。穴場ではあるけど、めっちゃ出た、口から。口の中のキャパ理解しなかった今。10時じゃん。結構時間あるけど、よきよき。
がついている。ハッピーハッピー、えい、ワップ。こんばんは。終わった。ご飯結構ゆっくり食べたつもりだけど意外と1時間で終わったな。猫の尻。何コメント欄に尻とか言わんで、下品なんですけど。やめてよ、やめてよ、下品。もうこれだから男の子ってば。みんな今社会の厳しさを実感してる。ファンはお尻にいる。キャッキャッ。明日5時起き。いやだー、いやでーす。いやー、いやだー、
嫌すぎ。嫌です。明日早い。早起き多すぎる最近。まあまあ、仕事か、仕事は仕事じゃなかったらもう昼まで寝てる。ひひ。仕事あるのはいいことです。そうだよ、仕事あるのはいいことですけど、そのありがたい精神に洗脳されて、こう自分の人権を見失っちゃいけないとは思ってる。そうよ、夢を代償に人生を売ってるわけじゃないから。私は そこはちゃんと権利を主張します。夢を人質に取られて好き勝手やらしてもいけないんだよ。そう思わない？よいしょ。まあ楽しんでいいんですけど。あのピーナッツ、若いうちは無理して働くのが本当にそう思う。私今めっちゃ無理できてるのが最高。若いなと思います。マジで無理できるうちに無理しようと思う今し、私今が一番楽しいんだよね。今年に入ってめちゃめちゃ楽しい祭り、今が一番楽しいし、なんかね、6年間 STU48 やってるけど、今が一番楽しい気がするっていつも思ってるけどいつも思ってるけどあの暗闇でレコード大賞に出た時に、あ、人生のピークだなって、もうこれより先これよりいいことないなって思ってたけど、まあ、結構それをずっと思ってたけど、その先4年ぐらい、最近になってまた、うわ今が一番楽しいわって思ってます。見てて伝わる？やろ？やろ？みんなのおかげで。みんなのおかげで超楽しい。ハッピーハッピー。楽しいタイミングで押せてよかった。確かに今 STU を捨てて、特に私を捨てる人は楽しいと思う時に、特にメンタルやられました。メンタルやられたか。私メンタルやられる時期はもう乗り越えたな。船で踊ってる時が一番メンタルやられてたけど、だいぶ乗り越えた。はじめまして、はじめまして。もうやっぱさ、なんか感謝祭をやる時も一番意識してたんだけど、やっぱメンバーが楽しいのを見てるファンの人って、まあ、結局さ、なんで応援してくれてるかってメンバーが好きだからですよ。その推しメンが、私が好きとか、そのメンバーの誰々ちゃんが好きとか、そういう結局、まあ、それが一番のこうオタ活をの足が動く
原因じゃない、原因要因、メンバーのことが好きっていう気持ちがオタ活の原動力じゃないですか。ってこだから私はもう本当にいろんなこと考えなきゃいけないけど、結局メンバーが楽しいって言ってるのが一番大事かなと思って、結構普段からそれを意識してる。何でもメンバーが楽しいっていう姿をこう何の邪魔もなく完璧に見せれる心から、そういう環境がすごい一番大事だなって思う。無理してさ、ギリギリでステージ立つよりさ、もうちゃんとやることはやるけど、こう切り捨てるじゃないけど、できないことはできないから、その中で最善を尽くして、とにかくメンバーがめっちゃ楽しいっていうものを見せる、ファンの人に。それが自分は結構重要というか大事にしてることかな。その上でさ、ファンの人を満足してさせてあげたいし、でもやっぱメンバーが無理してる何かしてるの見たくないじゃん多分。そう、だから私は逆境にも打ち勝ち、誰よりもアイドルを楽しむっていう、そんな気持ちになってから、もう気にしない、何もそれ以外何も気にしないことにしてる。まあ、楽しむために無理しなきゃいけないことは無理するけど、例えば朝早く起きて何かの撮影をしてもう死ぬと思ってても、それを情報解禁で告知した時に何々が公開されましたって言ったら、ファンの人が喜んでくれるじゃん。でそのよか嬉しい見たよみたいなリプをもらえば、そのしんどさは全て全て一掃されるという気持ち。みんなのおかげで成り立ってるからね、すべて。だが部屋の片付けだけはどうにもならんな、自分でやんなきゃ。もっと報われてほしい。そんな、それはもうその部分はファンの人次第かもかな。自分はやることやなきゃ、それをどう評価してもらうかはファンの人の声援、後押し、声がどれぐらい周りに届くかって感じかな。
なだれは一里塚にはなったでしょ。おお、かっこいい日本語使うね。片付けいつするの？いつしよう。洗濯機3回ぐらい回したよ。あのね、フィルターのお掃除をね、エアコンのしようと思って、あ、今日23時50分になったらパイプユニッシュしに行きたいから言って、配信終わってから流しに行く。ほんでフィルター掃除をしようと思ってフィルター掃除について調べてたら、エアコンのリモコンにフィルターを掃除っていうボタンがあったので、うわっこれは信用できないと思って調べたら、なんかエアコンのフィルターにあの中にエアコンの中にブラシみたいな、このこれエアコンがあったとしたら、このカポッみたいなブラシがついてて、そのエアコンのフィルターを掃除をボタンを押したらウィーンって動いて、ブラシみたいなやつが掃除してくれるって書いてあったの。嘘だーって思ってる。嘘だよね。エアコンのフィルターお掃除ボタンですけど、そんなのでフィルターお掃除ができたら苦労しないと思いませんか？そのブラシの汚れはエアコンの中のダストボックスに行くらしいんだけど、いやそれもどういうことって、お掃除機能ってどれぐらい、なんだろう、気休めだろうけど、その掃除の頻度が下がるのか、もう完全に掃除いらないのか、ほんならおさんでも定期的にしてくれよな。確かに違う、エアコンにそれがついてるんだったらしなくていいかもってもう思う人いっぱいそうじゃん。ダストボックスは掃除する？
だから私は家を出てみたんだけどよくわからなかった。だからどこがフィルターなのか見えないし、外から見えるフィルターってわかんないな。しかもさ、どうやってこのフィルターに手を届かせればいいの？ベッドを移動させしかないんだが難しい。誰かエアコンに詳しい人いたら教えてください。ちなみに日立です。日立エスパルレックスみたいなやつ。いやー難しい。白クマくんかも。インスパイザネックス。これはエアコンに届かないから肩車が必要です。肩車募集。説明書ないの？あのね、女は説明書を読まないんだよ。説明書読まなくて目で見てパッてちょっと触ってみて分かんなかったら分かんないって言う。それが女子って分かってるでしょみんな。だからショールームで聞いてんの。ごめんね。説明書を読む努力はしない。すみません。私の説明書？私の説明書はむずいな。単純明快だけど。ほっといて、ほっといてくれっていう。タイプ。ほっといてくれだけど、私がギャーギャー言って構ってほしいときは構ってーっていう。それだけ。です。よろしく。怖いって。うちの猫と一緒。福ちゃんの取説はないが。アイドルとしての品質は保証付き。歌詞みたい。歌詞みたいだね。カラオケしたい。カラオケしよう。
カラオケで歌う曲を選ぶ。1枚のショーライブ人気曲ランキング1位、チュンチュン可愛くてごめん。2、スパークル、ラッドウィンプス。3、ファンサ、モナ。4、大好きなのは、はい、せーの、ひまわりの種、俺も。5位、ミックスナッツ、オフィシャルヒゲダンディズムです。あ、これでしょ、感謝祭で歌ったやつ。うん、あ、これ違う、この音、この音わかんない。待って、この音わかんない私。これ1回しかやってないやつで、再選曲。僕は僕じゃなくなる。僕は僕じゃない。僕は僕。これだ。あ、これこれ。これ良かったよ、感謝祭の1曲目。瀬戸内の声はさ、オープニングみたいな感じで。これ来ると思わなかったでしょ。めっちゃ良かったくないこれ。これを1曲目で持ってきた自分。良いと思っちゃった。対岸に見える街の明かりが美しく瞬いて見えるけど、どんな夜がささやいてるのか僕は知るすべない。君に何回依頼したって既読がつかないのはなぜだろう。どこで誰と何しているのか、恋は疑り深い。それならいいぞ、今すぐにでも君の元へ駆けつけたい。桟橋から飛び込んで海を泳いで渡ろう。たとえ勇気が舞い落ちようとも、誰よりも誰よりも愛したせい、もう僕はじっとしていられない。愚か者としの指さされても、もうきっとはそういうものだろう。こんなにもこんなにも愛しくて、君しかもう見えていない。ゆっくりとゆっくりと貯金しない、愛はいつでも人を狂わす。そして僕が僕じゃなくなる。漢字、埼玉の人はミラボー、めっちゃくれた、めっちゃありがとう。バイクルグル。遠い彼方のあの輝きは、近くで見てしまえば普通だよ。真実とはそういうものだ、無理に見たくはない。それよりここでやきもきして、あやふやはいけないことか。もどかしさが恋なんだ、手に入らないから恋だせるな、みこそ夏の想い。不器用に不器用に人愛し、悲しみの深さに怯えて、ほんの少しの思い出を抱きしめ、傷つかないこちらの騎士よ。不器用に不器用に叩きずに、大事な人を思ってたい。臆病な男だと笑うがいいさ、まさか涙を流すなんてね、僕はそんな僕だったのか。セブン、せいちゃん、青によし、ミラボありがとう。感想の踊り難しかったこれ。明かりの浮かぶ海の水面も、
たら既読スルーされたで君に楽出したりしない、誰よりも誰よりも愛したせい、もう僕はじっとしていられない、愚か者と白指さされても、ほうきとはそういうものだろう、こんなにもこんなにも愛おしくて君しかもう見えていない、ゆっくりとゆっくりと除菌しない、愛はいつでも人を狂わす、そして僕が僕じゃなくなる。この曲を感謝祭の1曲目は、まあ、瀬戸内の声って決めてたんですけど、次をどうしようってなって、音符ありがとう、次どうしようってなって、でも STA の曲がいいなと思ってて、なんか最初は STU 参上にしようと思ってたんですよ。なんでかっていうと STU の初めての東京ドームシティホールのセットリストからオープニングを選ぼうっていう私のなんかコンセプトがあって、エモいじゃん、なんか初めてした大きなコンサートが DDC だったから、なんかどうせならちょっと関連性のある曲から選びたいなと思って、 STU の初めての DDC の楽曲から選んだわけ、最初の4曲を。だけど STU 参上でもよかったんだけど、なんかもったいないと思って、 STU 参上もいい曲だけど、ここで PR 舞台の人数だからこそできる、そして一人一人を見せれる曲がもっとあるはずと思って、はっ、僕じゃんって思ってね。そう、まあちょっと TDC ではやってないけど、1年目のST の曲だからいいじゃんと思って入れました。で、千穂ちゃんの歌い出しに絶対したくって、もうさ、千穂ちゃん1位おめでとうっていうオープニングにしたかったから、で、千穂ちゃんの歌い出しにしてもらって、あとはまあ立ち位置でいい感じにやってもらって、落ちサビは1期生ドラさん2期生って言って歌って、最後はみんなで、ね、熱唱して終わるっていう感じだったんですけど、ボクボクをあの TDC で7人でやるっていう結構贅沢なね、しかもフルサイズでしてもらったんですよ。普段さ STU の AKB グループの公演ライブって2番歌わないじゃん、ワンハーフサイズじゃないですか。だけどこの曲はもうフルでやりたいと思ってフルにして、その分オープニングがね長いと、最初の自己紹介まで長いって私はあんま好きじゃないの。オープニング長いコンサートって結構入り込むまで私的には時間かかるから、あんまオープニング長くしたくなくって、だからボクボクをフルにするから、瀬戸内の声はワンコーラス、ワンコーラスっていうのは一番のサビで終わるやつ、一番のサビで終えて、なんか長くだれすぎないようにしたのはしました。そう、あれで瀬戸内の声もさ、落ちサビワンハーフまでやっちゃうと結構ね、見てる方も辛いから、辛いっていうか長いってなっちゃうから、それは嫌だったので、瀬戸内の声をエモ演出にして、映像とか使ってワンコーラスにして、ボクボクをフルにして、そうで3曲目の言い訳メイビーはちょっと原点に帰ろうと思って入れてみた。なんかフグフェスでも言い訳メイビーやったしさ、なんか言い訳メイビー大好きマンみたいになってるけど、まあ大好きなんだけどなんかね、ちょっと意外とさ AKB の王道曲を PR 舞台メンバーでやってなかったから、しかも今回使ってたらさ、立ち位置表とかが7人の分を作ってもらえてるから、そのお金かけずに今後も使える可能性が出てくるじゃないですか。で、1曲 AKB の王道曲を持っとくとフェスとかでも使えるなと思って、 AKB の王道曲を1年目の TDC の中から選んだら、まあ何曲かあったけど言い訳メイビーかなと思ってメイビーにした。そう、あの2期生がね、言い訳メイビーだったら踊りが知ってるから、あの負担も少ないし、メンバーのあの時みんな忙しかったから、なるべくメンバーの負担も少なくしたくって、でもサボるわけじゃなくって、メンバーの負担も少ないけど満足度はめっちゃ高い声にしたかったから、まあね、2期生の振りも入ってる曲にした、言い訳メイビーにして。そう、意外と2期生がね AKB の曲をあんまやってないっていうね、
でも確かに入ってきた時から船あったから、まあそうなるよねって思ったけど。そうで、4曲目はこちら、よいしょ、そこまで頭回るのすごい。いや意外とね、あの16人の曲を6人にしたり、6人の曲を7人にしたりするのってめっちゃ時間かかるし、結構ねいろんなところの重力がかかるんですよね。なので一回使っとくと便利今後。そう、好きな曲で、でもこの曲の踊りどんなんだろうと思って、やっぱさ16人でやるのと7人で踊るのではさ迫力とかも変わってくるから、ダンスとかも見ようと思ってなんか YouTube 見てたら、なんかこれが秋元さんが作った曲じゃないってのは知ってたんだけど、普通にあのあれだね、男の人が歌ってるんだね。もともとは私オカレモン48っていうのは知ってたけど、その何オカレモンをあんまり分かってなくって、テレビでレモンかぶってあのなんかいろんなアイドルめちゃイケ？なんだっけ？ AKB の子が歌ってたのはなんか子供心に見てたけど、で、これがオカレモン48ってことは知ってたけど、なんか元々はそれを歌ってる人がいてカバーなんだね。その成り行きはあんまり分かってなくって、めちゃイケか。そうそう。なんか、うわぁ！いい曲って改めてなりました。そう。あー、テレビちゃんのレモンからのオカレモンか。いや、なんかその成り行きとかをあんまり知らなかったから、今回、その、なんとなくの子供の時の記憶でしか知らなかったものをしっかり見て、オカピーを見て、ああ、なるほどっていう、改めて勉強させてもらいましたね、今回。なんとなくの知識しかなかったから、原曲聴いてうおいいってなった、どっちもいいってなった、そんな感じでした。そう、意外とねぬるっとしか知らなかったんですよね。そうで、まああれね、リクエスト曲ブロックザピースがあって、ザピース寂しい熱帯魚、渡らせ橋、桃色片思い、好きじゃない、走れからの次はソロ曲メドレー7人やって、7人やって、あとは出張公演ブロックだね。渡良瀬橋よかった、本当嬉しい。渡良瀬橋さ大好きだったから、いや私あの曲誰がどれやってもまあハマったと思うんだけど、我ながらリハーサル見てて、本番はね自分バタバタしてて全部あの真正面から向いたわけじゃないけど、リハーサルは結構ちゃんとチェックしたんですけど、人選天才だったと思う。いや曲がもともといいっていうのはあるし、メンバーのポテンシャルがすごいから、私がすごいところは何もないんだけど、そのよかった、パセリンコ良かったでしょ、ほんで福球良かったでしょ、ほんで桃色片思いの高尾ちゃんと千穂ちゃんとおきちゃん良かったでしょ。いや私はすごいみんなのいいところを出せたなって思う我ながら、しかも意外と見たことない組み合わせっていうテーマでやったんですよ。
そう、意外とねパセリンコやってなかったので。はい、まあ、勝手に今名前つけましたけどそんな感じでした。桃色かと思いが頭から離れて、桃色の片思い恋してる、あれはもうキュンキュンですね。もう素晴らしい感じでして、あと最後の走れのねえ一体感もすごかったし、 TDC だからこそできたなって思います。で次の曲は、出張公演ブロック。出張公演ブロックは12月のカンガルーの宮城県と、あと神奈川のツアーの、神奈川のハロウィンナイトはちょっと季節感がすごすぎるから抜けて、それ以外のところから一個ずつ選びました。オーマイが大阪ねねみ劇場、オーマイが HKT 劇場、最高かよ、最高かよ歌おう。2番わかるかな、あった、イエーイ、楽しい、最高かよ、めっちゃ盛り上がるよね、声出したくなるよね。もう最高かよのはっちゃけっぷりはすごかったです。パセリと私のめっちゃジャンプしてるカメコ STU が何枚か上がっててウケた。で最高かよの後グリーンフラッシュ、ぶっ倒れるまで一回やったことあるよ、2019年のツアーかな。ぶっ倒れるまで全力出しのことでついてこいくる、はい、じあ途中退場認めねえ、てて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 てぶっ倒れるまで大好き。そう、でグリーンフラッシュは長崎ですね。夕暮れが夜に変わる前に、今日のその楽しみは置いてゆこう。グリーンフラッシュ、長崎の出張劇場、次SKE の出張、長崎の出席、長崎のツアー、次 SKE の出張劇場歌いまーす。イエーイ、任せろ。いいね、最後回の後にグリーンフラッシュあってよかったよね。グリーンフラッシュ挟まってなかったら、あの最後回からのこれはあのみんな最後声出てないから絶対グリーンフラッシュが挟まっててよかった、よかった。 HKT の出張公演の次にちゃんと長崎公演が挟まっててよかった。
そう、でワンツースリーフォーよろしく終わって、そうでね、なんでお気どきじゃなくてワンツースリーフォーよろしくにしたかっていうと、千穂ちゃんがコロナで来れてなくって、長崎、そう、あと大人列車とあれも、ん HKT と長崎と SKE にで、なえで HKT 劇場では大人列車と大人列車とは最高からやったんだけど、大人列車はやったことあるの、千穂ちゃん、他のライブでツアーで、で最高回を練習したのにできてなかったし、披露できてなかったし、せっかくなのに、で長崎のグリーンフラッシュもせっかく練習したのに披露できてなかったし、で SK 劇場は置き時はツアーでやったことあったけど、1234よろしくはせっかくセリフがあるポジションだったのに披露できてなかったから、ぜひ TDC でセリフをやってほしいと思って入れました。こっちに置き時とじゃなくてワンツースリーフォーよろしくにしました。そうだからね、千穂ちゃんちゃんと全部回収したよ、やったことない曲リベンジ完了。7人でツアー回ったことになりましたね、これで。ブラボー。そんでそこで終わり。本編の最後は人間関係、僕はこの海を眺めてるで終わりました。まあちょっとね、楽しいブロックが終わり、最後は STU48 の曲で締めて終わり。でアンコールは笑顔のチャンス、2月2日 MV 公開です。笑顔のチャンス、笑顔のチャンスどうですか皆さん。そういえば全然みんなに笑顔のチャンスの感想を聞いたことなかったけど、まあまだあんまやってないから聞いてない人が多いと思うけど、 TDC の昼夜と、あとこの前の沖縄の昼夜で、そう沖縄はね本当は笑顔のチャンスやる予定なかったんですけど、もう本当にお詫びの気持ちも込めてやろうってなって、みんなで沖縄に一回来てくれて来れなかった人もいるし、二回目来てくれた人もいるし、なんかもういろ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 あって、本当すまんの気持ちも込めて一曲増やそうってなって、エガちゃんをやる予定なかったけど直前でギリギリ入れました。そう、まあ、配信で見てくれた人もねいるだろうし、エガちゃんの曲を、まあ、何回か聴いてもらったとは思うんですけど、笑顔のチャンスでアンコール始まり、ST っぽい曲だね、そうだね、確かに。笑顔のチャンス、あと好きなれ、好きになれただけで幸せだ、これはレスができる曲だから、もうこのアンコールはね PR 舞台の7人でやったことある曲ので、昼公演と夜公演で使ってない曲の中から選びました。好きなれ、あと一瞬のスリルをやって最後夢力で終わり。
エガちゃんっていうの浸透しすぎやからエガちゃん、そんな感じでした。感謝祭、早くエガちゃんを歌いたいね、カラオケ配信とかでも。ご挨拶だけさせてもらいました。そう、うん。